北京市に本社を置く総合家電メーカーで2010年4月6日に雷軍によって設立されたスマートフォンメーカーとして創業し2011年8月16日に北京市にて初代昇米式を発表したキャッチコピーは Just for ファンズ n d s 元キングソフト会長兼 CEO であった雷軍が2010年に創業 共同創業者は8人おり、当時の平均年齢は45歳であった。社名は中国語で雑国に由来するため、当局の当記担当者に農業関連企業と決めつけられたというエピソードがある。2011年に Android ベースのスマートフォンミ1を発売。翌年の2012年には i -2 を発売。年間で1機種のみ発売し、 大量生産することで、ハイエンドながら、価格を抑えるという方法を取った。その評判が美白などネットの口コミで広がり、若者を中心に支持を得て、創業から4年の2014年にはそれまで、中国スマホシェア1位だったアップルを抜いて、中国シェア1位、中国市場のみでの販売ながら、世界的に見ても、サムスンアップルに次ぐ世界シェア3位の大手、スマホメーカーとなった。 通信キャリア主体ではなく自社サイト主体の販売方式、デザイン性の高いハイスペック端末を単一機種のみでの販売、オンラインコミュニティを重視するなど、創業当初は露骨にアップルを意識したマーケティング手法をとっていたため、中国のアップルと称され、創業者の雷群も中国のジョブズと称された。ユーザーが中心を信条としており、米粉と呼ばれる。 ファンクラブを組織し、ネットのコミュニティのほかリアルでも定期的にユーザーイベントなどを行っている。雷群は米粉の間で米神と呼ばれてカリスマ的な人気を持つ。2010年代以降に世界的な大手メーカーとして生き残った携帯電話メーカーは多かれ少なかれアップル社に習ったマーケティング手法を取ることになったが、2014年当時、 まず新興のシャオミが露骨にアップルを意識したマーケティングで大手メーカーになり上がったためメディアではしばしばアップルと比較された当時のシャオミの主力製品であったハイエンドスマホの小米シリーズは iPhone と同等のスペックをアピールしながら端末の価格はアップルよりもかなり安かったマーケティングをオンラインのみに絞ることで流通や販促費に金をかけず 端末を原価に近い価格で販売し、アクセサリーやサービスで利益を得るという、アマゾンと同じ手法で利益を得ている。それまでの中国メーカーでは、見た目だけ、アップル社のものと似せた粗悪品を、iPhone とよく似た名前で安価に販売するようなものが多かったが、サービスによりユーザーの囲い込みで利益を上げる前提と、することで、スペック的にもアップル社と同等の製品を、 自社の独自ブランドで安価に販売して、シェアを伸ばす手法がシャオミによって確立されたため、シャオミ以降の中国の新興メーカーも追随することになる。シャオミはスペックが実際にハイエンド品であることを証明するため、内部パーツの詳細や納入元などの情報を積極的に公開している。当時、雷軍 CEO は自社を携帯電話メーカーではなく、 ネットワーク会社だと位置づけていた。また、共同創業者兼社長の林武氏は、社 OMI をどんな企業に例えるかとの質問に対して、アマゾンが近い。だが我々は全く新しい会社を目指していると答えていた。2013年8月、Google の Android 製品管理ディレクターであった、ヒューゴ・バラが副社長に就任した。国際進出を目指す。 小米鍵にとっては、バラの就任は、同社の信頼性を高める価値があるとされる。2013年以降、中国国内ではシャオミの成功を見た、ファーウェイ、オーハク、ホホコウ、ミゾク鍵といった、競合他社がシャオミ同様におしゃれな低価格、ハイエンド機を展開し、若者の心をつかんでシャオミのシェアを食い始め、2014年度の中国スマホ市場におけるシャオミのシェアは、 ファーウェイに抜かれてニーとなった。さらに、中国でもスマホ需要が一巡し、スマホの性能が向上して、ローエンド機でも長く使えるようになったため、スマホが以前のようには売れなくなった。また、シャオミは中国国外へも進出し始めたが、中国国外ではシャオミをアップルと並ぶ、ハイエンドスマホメーカーだと思う人はいないため、ローエンド市場での展開が中心となる。 そのため、シャオミは、スマホのネット専売をやめて、家電量販店に出店したり、ハイエンド機の小米シリーズではなく、ローエンドの紅れない米シリーズを展開するなど、若干戦略が変化している。ネット専売のスマホとネットを用いたマーケティングによって、ネットを使いこなす、大都市部のおしゃれな若者が主な支術層であったシャオミは、シャオミと、ほぼ同時期に、スマホに進出し、 リアル店舗専売のスマホや地方都市の郊外のビルの屋上の看板などのリアル宣伝によってネットを使いこなさない地方都市の若者の支持をつかんだオッポとビボによる農村から都市を包囲する戦略に侵食され2016年にはシャオミの中国スマホシェアがファーウェイオッポビボに続く4位にまで下がった。シャオミは 中国の大都市部を中心に直営店の小米の家を展開しており、2016年時点で50店舗ほどを構えるが、中国全土に20万店舗を構えて、地方都市の郊外にまで販路を広げるオッポやビボに対抗できず、アップルと共に急速に中国スマホ市場での存在感を低下させた。世界スマホシェアも2016年には、 サムスンアップルファーウェイオッポビボに続く6位にまで転落した。2016年頃よりスマホメーカーから家電メーカーへの転換を図り、それまで主にスマホのアフターサービスを行っていた小米の家を家電のショールーム的な携帯に転換させている。また、2017年以降には大都市部の機関店である小米の家の手こいれだけでなくリアルの携帯ショップを 中国全土に設置し始めている。2014年からのインド市場などでのテコ入れが成功し、2018年にはスマートフォンの年間出荷台数が創業以来初めて1億台を超えた。2021年に変更する以前のロゴスマホ以外の製品では、創業当初は充電器やマスコットキャラクターのベートグッズなどのスマホ関連アクセサリーを販売していた。 2014年にはタブレットの小米平板やノート PC の小米筆記本などを発売しスマートテレビなどを発売してスマート家電に参入さらにスマホと連携する空気清浄機を発売するなどスマート代物家電に進出2016年にはモノの,のインターネット時代に合わせスマート家電の生産にあたる子会社とともに米家グループを形成電動バイクや 社名通りの炊飯器を発売するなど、スマホメーカーというより、総合家電メーカーとしての色が濃くなっている。2017年には、家電見本市の CES に初出展。スマート家電として、スマホを中心に据える姿勢は変わらないものの、本格的な家電メーカーとなった。2021年にロゴを、原健也が手掛けたラメ曲線を用いたものに変更した。 最初製品を発売した2011年の売り上げは6億元であったが販売台数が1870万台に達した2013年は316億元となり、シャオミは中国でトップ3のスマートフォンメーカーである。中国内でのシェアを見ると2013年代4、四半期にアップルを上回る11%のシェアを取った。これにより、サムスン電子、 レノボに続く3位となり、それまで3位だったアップルを抜いている。2014年第2四半期には小米がサムスンを抜いて中国市場トップとなった。なお、中国、香港に加えて2014年2月までに台湾やシンガポールで事業を展開しており、さらにインド、ブラジル、ロシア、トルコ、マレーシア、インドネシアなどへの進出を計画した。ただし、 モバイルアジアエキスポ2014の時点では日本での事業展開は考えていないとしている。2017年にはインド市場でサムスン電子を超えてシェアトップとなった。2019年12月9日、東京都で日本参入イベントを開催し各種製品を発表した。自社による 通信販売と直営店店頭での販売を原則とし中国内閣都市に直営店、小米の家を展開している。新鮮の電気街、花強北などでは多くのシャオミ看板を見かけ、実際に販売もされているが、模倣品もしくは直営店により割高な転売品の場合もあり、購入店については注意を要する。自社により、 日本市場に正式投入された製品は Amazon.co.jp により購入が可能である。しかし、日本市場参入以前に TJC 株式会社により代理店販売されていた製品は TJC の自社通販、ストックオンライン及びビッグカメラにより販売されている。また、ストックオンラインは Amazon マーケットプレイス及び 楽天市場、ヤフーショッピングにも出店を行っている。2017年4月3日、TJC 株式会社が日本での正規代理店となったと発表。同年6月16日、TJC はモバイルバッテリーとステレオイヤホンのオンライン販売を開始した。2018年8月6日、小米鍵の日本法人と思われる小米日本合同会社が設立された。 本店所在地は、東京都中央区日本橋室町4丁目3番9号。2019年4月16日にフリーテルこと、プラスワンマーケティングの創業者、増田カオルが代表を務めるタクミジャパン株式会社が、小米カギ出資の関連会社、ブラックシャークテクノロジーズが製造する、スマートフォン、ブラックシャーク2を、日本向けに販売開始するも、 出資者の小米鍵の直接的な日本への進出に関する報道は行われなかった。しかし、同年9月20日、小米鍵の日本公式ツイッターアカウントが開設された。ちなみに、日本で話題を呼んだのは、開設から約1ヶ月弱経った10月16日からで、ある。同年11月4日、副総裁の王正鷹氏が2020年度に、 日本市場に参入を計画していることを日本経済新聞によって報じられ2019年12月9日に5つの製品を日本に正式投入すると発表した同月8日に YouTube に公開されたミノート10の公式分解動画にて内蔵バッテリーに小米日本語動画会社の PSE マークが記されていることから同社が 小米鍵の関連会社であることが正式に明らかになった。同年12月9日、小米鍵は日本市場への正式参入誤発の製品として、ミノート10などの製品を発表した。2020年2月7日、本店所在地が変更される。新しい所在地は、東京都品川区西五丹田八丁目一番三号、PM も五丹田。同年3月23日、 ミジューライト 5G が KDDI から発表される。発表当初は2020年7月以降発売とアナウンスされていたが、9月以降発売に変更された。同年6月2日、レドミノート9 s ミノート10ライトをシムフリー向けに発表。自社でシムフリースマートフォンを販売するほか、KDDI 向けにスマートフォンを販売している。また、 IoT 家電も複数展開している。SIM フリースマートフォン KDDI 向け、スマートフォンソフトバンク向けスマートフォンレドミノート Q、T スマートバンドスマートウォッチミウォッチ、ミウォッチライトスマート家電と中国国内で開かれた企業説明会で、当時のイノベーション部門責任者である畑投資があなたが日本語専攻の学生なら出て行ってください。あるいは映画事業で仕事させてやってもいい。 日本語専攻の学生に差別的な態度をとった。一連の発言について、中国メディアや SNS では批判の声が噴出し、多数の抗議が寄せられた。後に、シャオミは謝罪文を発表し、同様の事案の再発防止に努めるほか、いかなる地域的差別を許さない立場で、従業員には個人的な言動に注意を払うべきとした。この後、旗投資は、 検疾処分を下された。2020年5月、レドミブランドのモデルである、レドミノート9シリーズのプロモーションビデオで高速充電機能を紹介する場面で、白人男性が寿司のようなものを食べ体が、風船のように膨らんでいき、屋根を突き破り空に浮かんでいく。その後、男性が爆発すると、雨込みのような画面に変わり、氷が地面を駆け抜けると、 キノコ雲のようなものが上がり、ファストチャージと画面に表示されるという動画を公開し、原爆を揶揄したのではないかと批判された。シャオミと、シャオミ日本法人は公式ツイッターで、謝罪文を掲載し、関西委員会の設置等の再発防止策を取ると、表明した。二0二0年四月、シャオミのスマートフォン、シャオミレドミノート八において、シャオミのデフォルトブラウザを使うと訪れたサイトなどの、 情報が中国アリババのサーバーに送信されていたことがセキュリティ研究者のガブリエル・セルリング氏により発見される。このような追跡はユーザーがシークレットモードを使っていても行われていると見られている。またユーザーが開いたフォルダやスワイプしたスクリーン、ステータスバーや設定ページの内容についても記録しアリババがホストするサーバーに送信していたことも判明している。 シャオミミノート10など、その他の機種でも同様の事象が確認されているが、シャオミはこのことについて否定している。アメリカ国防総省は2021年、市民が関わっている中国企業、大学、研究プログラムによって開発され、発達した先端的科学技術や専門技術の確保を保障することによって中国人民解放軍の現代化を支援する軍事。 市民融合開発戦略を明るみにして対抗するために中国の軍事企業をまとめたリストに小米を含む9つの企業を新たに追加した。これに対し小米は私たちは中国軍に所有、管理、提携されておらず、断じて共産主義軍事企業ではありませんと否定するの、声明を出した。措置を不服とした小米はアメリカ連邦地方裁判所に提訴した。 連邦地裁は、小米の訴えを認め、2021年3月に、小米への投資を禁止とする、国防総省の決定を一時差し止めるように命じた。その後、国防総省は、シャオミと国防総省は、これ以上の争いを必要とせず、和解する方向で合意したと述べ、アメリカ国内からの投資を禁止する企業の、ブラックリストから小米を除外することに同意した。 ありがとうございます。